皆様にご報告があります。実はこの方と3年間付き合っています。これは本当の話です。申し訳ございません。私、パチンコとか趣味でして、この方がパチンコの店員なんですよ。よく喋るようになって仲良くなって付き合い出しました。家族にも内緒なんで、これ自分で撮ってるんですけど。あんた何しとん？記念動画みたいな感じで。はぁ、俺のカメラ勝手に使っとんなよ。どなたですか？深いこと聞きたい、ガチで。今もうカメラで言ったんだけど、あ、実は愛人や。不倫しとるな、お前。うん、嘘やろ。本当だって。こんにちは、はじめまして。ちょ、気持ちの整理がつかん。まさかお前子供おらんやろな。おるわけないよな。それはちゃんと気をつけとるな。やっばこれ炎上するってやばいって。実はこれ二人のドッキリでーす。何やねん、ドッキリでなわけないでしょう。炎上するでしょう。じゃあどこの人これ。会社の人、俺の仕事仲間、エイジのファンでいつも見てて、はい、動画出たいって言うので。じゃあせっかくやからさ、おかんと妹にもはめよう。お前言っとくけど、これ本当モザイクかけんじゃダメや。あ、オッケーオッケー。あ、すいません、あの協力ありがとうございます。ガンモザイク、お前ペロペロモザイクじゃダメなんぞ。あ、オッケーオッケー。本当に好きじゃないんですか？好きじゃないです。あ、本当ですか？はい、はい、全くです。当たり前じゃん。そんなもん、お前ママ以外好きな人できるわけがないやん。お、あ、いいこと言った。お前はめっちゃいいこと言った。ないよその言葉。俺今浮気何もなし。ママと妹が帰ってくるんでリビングに行きたいと思います。行きます。はい、ラブラブです。もう俺どっか行こう。どうせ顔かかしてる。ただいま。ただいま。あ、びっくりした。あ、なんでびっくりした。何？こんばんは。え、どちら様？何？え、なんで今腕組んどったん？え、肩組んどったね。うん、腕じゃないね。何よ？何もないよ。何もなくないよね。浮気か。え、どちら様この人？あ、会社の人。会社の人も何でもうち来て肩組んどる。なんでおらんとこや。まさかお前ら来ると思うんだ。いや、来るじゃなくて帰ってくるの分かるよ、夜。しかも人のうちで何しとるんですか？あなた、何様ですか？あら。どちら様ですか？いや、会社の人で。いや、会社の人がね、勝手に上がり込んで肩組んどるっておかしいやろ、人の旦那と。普通は、ね、私のうちに、ね、よその女が上がり込んで、私の旦那と肩組んどる女ってどういうつもり？どちら様ですか？人のうちに上がり込んで、旦那と肩組んどるっておかしいやろ。俺もさっきさ、帰ってきていきなりおってさ、びっくりしてんだよ。なんだ、いつの間に来ちゃったの？おったってなんで家から出さんの？いや、だってさ、面白いやん、だって。いや、面白いやじゃないし、なんで動画に、お前動画撮っとるやろ、また。撮ってないよ。撮ってねえ。お父さんから言いたいことあれんで。何言いたいことあるの？なんであんたも知っとるわ、何を知っとるの？俺はさっき聞いた。何？彼女と3年前から付き合ってた。3年前。ありゃまー。何？誰と？彼女と。3年前から付き合って、隠しとって。へぇー。今たまたま、誰も帰ってこんと思って、家。いや、たまたまならホテルでもどこでも行けよ。なんでホテル行かねえ、ここ俺。意味がわからん、俺にもそれは。いや、家族に紹介しようって。え、なんだよ。なんかあれやろ。いや、うちに来る必要ないやろ。それはルール違反や。不倫するにもバレんようにせえや。いや、お父さんとやる。して委員会。あ？して委員会。いや、それはバレんようにせえって、しゃあないのに、それ。しゃあなくないやろ。それはしょうがないことやけど、バレるようにしたらアウトやろ。お前どう思っとれんて。お父さん帰ればいいやん。いや、本気でこの人のこと好き？本当に好き？好き。一緒になるつもり？お前らに本当申し訳ないんやけど、家族って、子供もってあれなんやけど、この子と一緒になると思っとる。47歳やけどね。好きにすればいいと思うよ。は？あんたそれでいいやん、本当に。いや、別にいいよ。だってほら、この人の人生やん。次に自分に合うと思う人と暮らせばいいと思うよ。だってこの人がいいんやろ？どうぞ、持ってってください。いりません、私は。お前それでいいやん。だから新しいお父さんがいいって言ってるやん。新しいお父さん別に必要ないやろ、もう。その代わり、慰謝料いっぱいもらうからね。お金いっぱいもらうから。今まで一生懸命頑張ってきて、あなたのためにいろいろやってきてんから。こんな親父と一緒になれる、なるんやろ？頑張って。どうぞ持ってきてください。この人のどこが好きなんですか？すべて。すべて。嘘やろ。聞いて聞いて。私、あなたのこともういいから。すべてって言ってくれる人と一緒にならんか。タイケーキ好きなんですか？タイケーキ見たことあります？あれどう思いました？いい。ガチファンですね、僕の。リスナー食ったんだ。あー、いやだー。嘘やろ。うわ、やっとお前チンコ野郎やお前。男はいつだって元気なんだよ。こういう場で言うのもあれやけどさ、第一線超えた。当たり前やん、超えるわよ。もういくつやと思ってたやん。いいじゃないの。バンバンやわ。バンバラバンバンバンやわ。いや、だってもう他の人に目いった時点でもうアウトや。いいよ、さようなら。ねえ、一緒になるのはいいよ。でも、私の前で、肩組むのどうかと思うよ。ちょっと考えろ。ようできるな。おかしいよ。お前、最低やな。まあ、お前なんかいらんわ。手離さんか。私のあんところで何してもいいよ。実は、ドッキリでしたー。イェーイ。これびっくりする。しょうもなく。ああ。
よかったなお母さん。ママはもう次の人生見つけようかなと思ったんね。黄昏流星群みたいに、黄昏流星群みたいに新しい人見つけようかと思ったんね。これからも生涯死ぬまでこいつおらんなよ。じゃあ次イケメンのパパ探すか。そうしてくれ、ね、よし、そうしよう、よし、イエーイ。俺以上のイケメンはいないけどね。光をつかめ消えない敵にマシンガン撃ちまくれ、この希望がいつの日にか未来、まだ見ぬ先の兆し与える。ねえ、動画で嘘やったけど、女連れてきたやろ、よく考えてみ、ね、エンタメやん。いや、エンタメでもやぞ。動画やん。私のおる前で誰かわからんような女と肩組むってありえんやろ。それくらいわからんか。すんません。すいませんじゃない。すいません。演技でも、はい、ね、奥さんの前でそんなことするってありえんから、はい、じゃあ私がそんなんしとったら許せるんか。いやー、許せるよ俺は。あ、そう、はい、動画やったら許せるよ。だって相馬さんとハグしたよ。いや、相馬さんは相馬さん一緒来たね、お前よ。撮っといたわ今。なんで撮るねんって。乗せんでいいって。乗せます。ちょっと待って、今これは夫婦の会話ねん。なんで俺相馬さんなの乗せや。